ジュビナイルは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズ出身の MC、ヒップホップアーティストである。19歳の頃からレコーディング活動を行っており、1995年2月7日に、ファーストアルバム、Being Myself でデビューを飾る。その後、大手ヒップホップ系レーベルのキャッシュマネーへ移籍し、5枚のアルバムをリリースする。そして2005年に入ると、 メジャーのアトランティックへ移籍し、2006年3月7日にリリースしたアルバムリアリティチェックで彼初となるビルボードアルバムチャート初登場1位を記録する。今年でデビューしてからこれまでに4つのプラチナムディスクと2つのゴールドディスクを獲得している。ジョイデレストンとの間に4歳になる娘ジェラニがいたが、2008年3月28日に自宅で 母子が11歳のイフ姉ともども、ジョイデレストンの長男で、ジェラニにとってはイフ系となる17歳のアンソニー・タイローン・テレル・ジュニアによって銃殺される事件が発生した。アンソニーは妹二人と実母を殺害した容疑で、ジョージア州、リキャブ郡にある刑務所に服役している。この事件によりジュビナイルは一気に家族を失ってしまった。ありがとうございます。